こんにちは。暑いですね。暑い夏におすすめのお花と花の持たせ方について今回はご紹介したいと思います。仲卸の堀さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は特別ゲストに朝倉夢丸くん。こんにちは。今回は朝倉夢丸くんにもお手伝いしてもらいたいと思います。堀さん、おすすめの花を紹介していただきたいんですけど。はい、この時期長く持つお花としまして、アナスタシアやピンポン菊などの菊類、ハイブリッドチーフ、シンピジウム、カーネーションなどがあります。こちらがアナスタシアです。糸状に大きく咲きますので見応えがあります。色もいろいろあります。こちらがピンポン菊です。ピンポン玉のように可愛いでしょ。本当、卓球しちゃいそうですよね。こちらがハイブリッドチースです。小さいお花がたくさんついていて涼しげで他のお花を引き立てる名脇役です。こちらがシンピジウムです。蘭類で一輪一輪が大きく高級感があります。本当セレブっぽいですよね。こちらのカーネーションは僕のおすすめのアクティバです。優しい黄色に可愛いピンクでとっても人気があります。明るい色なんで食卓に飾ると華やぐと思います。梅丸くん、綺麗だったね。どれが良かった？そうだよね。では次に堀さんに花の持たせ方についてお聞きしたいと思います。はい、まず一つ目は花瓶をよく洗ってできるだけ毎日水を替えましょう。水を替えた時に茎を切り直すと水揚げが良くなります。次に水に延命剤または漂白剤を 1,2 滴入れるとバクテリアの繁殖を防いで水をきれいに保てます。最後に置く場所ですが、エアコンや扇風機などの風が直接当たらない涼しいところに置きましょう。簡単でしたね。夢丸くん、わかりました？では皆さんも花を楽しんでくださいね。バイバイ。バイバイ。バイバイ。